地下街の様子カンダスダチョウ地下鉄ストアは東京都千代田区にかつて存在した地下街。1931年開業、2011年1月末に営業終了。東京メトロ銀座線の神田駅に直結していた。面積は144平方メートルであった。もともとは現在の銀座線を開業させた東京地下鉄道が地下鉄以外の収入源確保を目的とする。 経営多角化の一環として1930年4月1日に上野駅で開業させた地下鉄ストアの一店舗であった。別名、地下鉄広場。今日でいう100円ショップの先駆けとして10銭均一で買い物できたことから10銭ストアとも呼ばれた。1960年代には食堂、理髪店、靴店、画材店なども営業していた。 その後東京地下鉄道と東京高速鉄道の統合、低都高速度交通営談への改装などに伴い、地下鉄、ストア自体は営業を終了したが、出店していたテナントについては引き続き営業が認められたため、一部の店舗が21世紀に入っても営業を継続していた。2011年1月に残ったテナントが営業を終えてすべて立ち抜き、 昭和から続いた歴史に幕を下ろした。今後跡地は、駅事務室に改装される予定であるという。中村健次メトロ誕生、地下鉄を開いた、早川徳次と、後藤慶太の工房交通新聞社、2007年、132から133ページ。ISBN 978から4から330936079。ありがとうございます。